ユニオン駅はペンシルベニア州ピッツバーグリバティアベニュー1100にある駅。複数の鉄道事業者が使用するために建設されたアメリカ合衆国の他のユニオン駅と異なりピッツバーグのユニオン駅はペンシルバニア鉄道とその子会社が使用していた。このため駅は1912年に他のペンシルベニア駅と揃えて解消された。駅舎はシカゴの建築家。 ダニエル・バーナムによる設計で、1898年から1903年にかけて建築された。材料は、褐色砂岩に似た、灰色がかったテラコッタとレンガである。バーナムは詳細の設計者ではなく全体のプランナー、オーガナイザーであるとされており、詳細設計は、ピーター・ジョゼフ・ウィーバーのような設計者に任されていた。この象徴的な駅舎の、 もっと大きな特徴は、ウィーバーによって設計された方形の角付けロタンダである。通りの高さでは、ロタンダが広く低い丸天井のもとに、車両の展開場を覆っており、これまでにないスタイルである。その上では、ロタンダは壮大な旅客待合室を覆っている。バーナムの会社は、ピッツバーグで、当時10以上のプロジェクトを進めており、とても目立った場所にあるものもある。 このロタンダもアメリカ合衆国国家歴史登録財として登録されている。1980年代半ばに行われたユニオン駅の修復工事によりオフィス棟は集合住宅に改装され、1988年5月23日から居住開始され、ザ・ペンシルベニアンと呼ばれている。 一般公開されなくなったコンコースは1階の商業スペース用ロビーとして改造され、塗装により大きな中央の天窓がきれいにされている。ユニオン駅は鉄道駅として使用され続けているが、建物の内リバティ通り側の狭い旅客エリアのみを使用している。アムトラックのペンシルベニアン号の西側の終着駅であり、またキャピトル特急の中間駅である。 2005年までピッツバーグへは1日に3本のスリーリバーズが運行されており、これはシカゴまで走るペンシルベニアン号に相当した。またこの列車は有名なブロードウェイ特急の後継列車であった。その運行中止後はペンシルベニアン号キャピトル特急のみとなり、1日にそれぞれ1往復ずつに系統のみ旅客列車が運行されている。かつての ブロードウェイ特急の通った路線は、旧ペンシルバニア鉄道本線にあたり、有名な鉄道史跡である、ホースシューカーブも含まれる。この経路は深夜早朝時間帯の乗り換えとなるが、前述のペンシルベニアン号とキャピトル特急を当駅で乗り継ぐことでたどることができる。ユニオン駅のアムトラック駅コードは、PGH である。アレゲーニー軍港湾局は、 ピッツバーグライトレールのうち1985年に開通した中心部の地下鉄をマーチン・ルーザー・キング・ジュニア・イースト・バスウェイと連絡するために1988年にペンパーク駅までの短い支線を開業した。しかし、この路線はかつてのペンシルバニア鉄道の単線鉄道トンネルの一部を利用している関係で他の系統と運行を連携することが難しかった。 このトンネルは US スチールの事務所の下を通っており建物の基礎がトンネルの両側にあるために複線化することができなかったこの駅は地下鉄のレッドラインの一部としてリストには載せられているが1993年から定期運行がなくなっている2001年時点でこの路線は運行されるとしても午後のラッシュ時に2本の列車が走るだけである この区間の運行がなぜ中止されたのかはっきりしていないが、前述したような構造上の制約と乗客数の少なさであると思われる。それに加えて、ペンステーションは港湾局の無料乗車区間内にあり、この駅へ列車を運行しても運賃収入が増えるわけではないということがある。この駅は特に限定的な状況ながら使われており、例えば2011年2月6日の 第45回スーパーボールの際に公安局が迂回経路の一部として使ったことがある。ありがとうございます。